さんこんばんは。A バンチの隊長。お母さんは向こうで佇んでおります。はい、ということで本日の動画は子猫の呪いということでね、こんな感じで行かせていただこうかなと思うんですけれども、まあこちらね、ホラーメイズの、レビューをさせていただいた流れで、ちょっとね遅れて、この貞子の呪いがね、リリースというか、オープンしたので、今日はね3人で、あ、まあ、4人で実際来てるんやけど、私はあの年パス忘れて、しかもあの個人登録もしてないから今グローブの前でモンハンやってます、はい、ということで今日は3人で、レビューをね皆様にシェアさせていただこうかなと思います。これねちょっとレビューね消えてもらう前に言っておきたいんやけど、これ普通のアトラクションと比べてのレビューじゃないです。ホラーメイズと比べてのレビューなので、もちろん普通のアトラクションよりは別の怖さがあるっていうのだけね念頭に置いた上でちょっとレビュー聞いていただければと思います。それ早速乗りに行きましょう。ホラーナイトはね、まあ、歴代の感じで言うとそんなに期待値高く乗らずにちょっと低めに設定してね乗るのがホラーナイトの常でございますので、ね、ちょっとあんまり期待せずに行きたいと思います。行ってきます。行ってきます。現在75分シングル40分です。わあ、外行ってる。外スタッフさんの制服がいいですね。写真なしです。ということで、10年ぶりのねホラーライド乗ってまいりましたが、オープニングで喋ったようにね前回のこちらの動画と同様、星5評価で、皆様にシェアさせていただこうかなって思いますが、はい、まず、まあ、ライドの説明で言うとですね、4人乗りです。はい、エクサルライドは2人乗りやねんけど普通のスペハンと一緒の4人乗りなんで前向きと後ろ向きが発生します。で乗った感じ前と後ろで体験内容が大きく違うので、その部分踏まえて、ま、後ろ向きの俺らと前向きで乗ったさやかでちょっと2回に分けてね皆様にシェアさせていただければと思います。でまずグロドから行きましょう。もうこれグロドは、まあ、ゼロと言っても過言ではないけどまあ1にしとこうかな。ゼロに近い、うん、まあそんな子っていうかリンゴを見たことねある人やったら分かるかと思うけどまあ爪剥がれてねあの人、まあ、それぐらいの感じかなっていうような感じです。でびっくり度、びっくり度で言えば自分がおかしいことを言ってるって分かった上で喋ります。だってホラーメイズと比べちゃってるから。うん、でも今回って、まあ言うたらさこちらの画像を見ていただいたら分かるようにこう並んでしまってるわけやもうねだからもうどうしても比較してしまうんやけどってなったらびっくり度は 2.5 ぐらいでいいよ。2ぐらいでいいかもしれん。
今日はそんなズルもなかった。ピッチン言われたらどなたと一緒に、お母さんね、まあ俺もうおーってなったところは正直あったんやけど、なんかいろんな意味でのおーやったんよね。でお母さん多分もうね、吐息すら横から聞こえてこへんかったから、もう多分ミオちゃんみたいな顔で乗っとったと思う。まあ人によるけど、まあお母さんにとってはもう星一もないぐらいだそうです。でも落ちてきてたらな。そうやな、ガシャなあ、なっとったかもしれんけど、それなかったんですね、うん、で、コワードで言うとね、これも3ぐらいでいいかな。コワードって言っても、ホラー的要素のコワードは2もないぐらいだと俺的には思います。まあリングってこんなもんよなぐらいの感じで、後ろ向きはね、そんなに怖いなって思うしなかったです。ただ、黒さはちょっと怖かったです。そうでもなかったみたいな。何も問わないからな。あのね、暗さレベルで言うと、まあこれネタバレでも何でもないから言っちゃって大丈夫やと思うんやけど、ほんまに真っ暗、ガチで視界ゼロで、安全装置の主電源のあの光が少し見えるぐらいなんで、もうほんまに暗所恐怖症の人はもう絶対にやめといた方がいいっていうレベルですね。お母さんが思ったのは、もう真っ暗や、真っ暗な分動きの方に神経質ってます。ドラえもんとかジュースとか言って映像を見ながらやから動きはそんなにって感じやん。でも完全に動きにだけしか集中いけへんから、手本ってこんなに動いたっけみたいな感じ。こんな激しかったかなって。でもそれの時はやっぱり映像もあるから、そんなにな怖くもないねん。だけど全く神経集中がもう動きの方だけにいくから、それが苦手な人はちょっと怖いかもしれない。動きが首持ってかれるもんね。見るとこないから、もう動くしかなかった。あの予測的な、あの体も予備動作がちょっとできないから。それはでもちょっとあって、そこ気付けなかった。そう、だからほんまにそれが怖い人は、激しい動きが無理な人はちょっと無理して止めておいた方がいい。その視点なかったね。なんか首とかね、もしかしたら不安ある人は結構、ね、危ないかもしれない。ストーリード、はい、ストーリードはね、待ち率含めると4、ライドだけで言うと3ぐらいかなって感じ。なんかね、ちょっとね、まあ、そんな予感はしてたんやけど、待ち率は高くいいです。ほんまにリングファンとかやったら、砂漠ファンとかやったらね、結構喜びを受けるっていうのはあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、いつものごとくね、砂漠を知らない人向けの説明みたいなの VTR でしょうね。そうだね。待ち列がすごいっていうことで評論させていただければ。なのでね、まあ、ストーリードで言うと、まあ、映画1本ぐらい見てたら、まあ、山村貞子のストーリーちょっと知ってたら、まあ、ちょっと楽しみ上がるかなぐらいやけど、ほんまにそれもね、正直その他のホラーメイズで言ってたチャッキーのため見たら、チャッキーが数倍楽しくなるみたいな、それぐらいでは、あらゆるストーリードかなっていうのは。はい、じゃあ最後に、おかわりどれでございますか。まあ、これちょっと、まあ、あえておかしくおかわりどそうやな、またさっきの話に戻るけど、その動きをもう一回体験したい人はおかわりど、まあ、4ぐらいあるんじゃん。動きまあまあ激しかったやろ。激しかった。動きをこの真っ暗の中で体験するってあんまりないやん。だからそういう意味では4かもしれないよな。今までも見たら、ライドを楽しんでみたいな。お母さんも見えてないよ。だってなんかさ、もう一回の映像を見落としたからもう一回見たいわとかがないよ。確かに、それはない。そういう意味でな、そういう意味でやろ。待ち列はもう一回見てもいいかなと思うけど、あれはもう一回でちょっと満足しちゃったかなっていうような感じで、逆に言ったらね、これね、1月の8日までやる、結構やりやすい。だからスペバンやった方が多分みんな喜ぶのにぐらい。だから一回乗ってみて皆さんもね、判断していただければ。あくまで後ろ向き1回体験しただけの我々のそうそうね、やつなんで、しかもそんなにリングもにわか、触り程度しか見てないぐらいの感じなんでね、ファンの人からしたらもうちょい視点が変わるかもしれないです。ちょっと最後に見てみましょう。ゆうこんじ、はい、はい、ということで、さやかはね、前向きになったんですけど、まずね、その真っ暗な
な室内ジェットコースターが初めてなので、こうドキドキがねすごかったのよ。で、まあ、乗ってみたらさっきお二人が言ったようにね、真っ暗だから、そのお母さん言ったようにもう動きもめっちゃ怖かったし、いつどこで映像がボンって目の前に来るかっていうのもわからんかったし、このスピーカーあるやん、スピーカーからいつの鳴き声がするのかもわからんかったから、結構あのずっとドキドキでしたね。だから映像がパッて出てきた瞬間にパッて言ったじゃあ多分前向きの人に映像とか合わせてもやろうと思えば結構ね強く思います。2人でさ3人で喋ってる時にここ映像がねちょっと遅かった早かったみたいな話になった時にそれがぴったりやったわけ。そうだから、あ、後ろ向きと結構違うんやと思ったんや。なるほどね。ちょっと前向きの方がいいかもしれんな。ただ席のね指定はできないんで、もう僕はもう運として、うん、何回も乗るしかないかもしれないですね。そうなんですほんま大勢なほんまに怖かった大勢なでもめっちゃ楽しくて、てかおかわり度はそうやね、もう一回普通に乗りたいの4かな今は。4そう、すごい。2回目もし乗ったと仮定したらどれくらいいきそう。だから今は4やけど、だんだんとやっぱこう薄れていくスピードがちょっと速いかもしれないなと思いました。いいこと言います。はい、ってな感じでございますので、まあ乗らんっていう選択肢を一回乗ってみるっていう選択肢をね、皆さんも一回選択してみてください。はい。ゆうこんち。さらっと伝えたいことだけ、言うんですが、アナウンスとしてはね、スタッフさんは待ち列への携帯の持ち込みは OK ということで、今のところ OK とのことでした。で、待ち時間はね、75分表記だったんですが、実際待ったのは30分くらいで。ございました。これも4人乗りが結構サクサク進む、XR ライドより2倍で進むっていうような感じだと思います。あと写真が結構ね、これ当日発表というか、当日着てみたらさらに写真撮れるんじゃないかなってね、ちょっと薄めの期待を持ってたんですが、どんなやりたかったのかな。そうそう、なかったんで、ね、まあ、初日にないってことはないでしょう。はい、ってな感じでございまして、まあ前のさっきも言った通り、俺10年前に同じようなやつを持ってて、まあ、それごめん印象で言うと覚えてないぐらいだった。やからそんなに期待値としてはね、申し訳ないけど高くなかった。でもね、一回乗ってみた方がいいっていうのは、他のね街列がとにかくめちゃくちゃいいので、皆さん自分の目で体で体験してもらって、おかわりするかどうかってどれかって決めていく。もうこれは多分ホラーミーズはちょっとねやめといた方がいいっていうのは正直あるんやけど。乗ってみて決めていただいた方がいいんじゃないかなと思います。暗所恐怖症以外の方がいいので、本日の動画を見て一回ちょっとさらに一回ちょっと試しに乗ってみようかなって思ってくださった方がいいでね。お願いします。じゃあせーの、バイバーイ。チャンネル登録とコメントもお願いします。